ただいまより板橋区教育委員会並びに、公益財団法人板橋区文化国際交流財団主催説教条例鑑賞会を開催いたします。今回は事前に、多数の観覧希望の申し込みをいただいておりましたけれども、残念ながらコロナウイルスの蔓延状況が続いている中で本日は無観客での舞台の運びとなりました。なお本日の演技の模様は、後日ネット配信をする予定となっております。それでは早速本日の司会並びに解説者をご紹介させていただきます。上田薫先生です。上田先生は日本大学芸術学部文芸学科のご教授でありまして、専門は哲学、倫理学、思想史、あるいは日本文学と多岐にわたりますが、特にアランの研究、さらには一辺承認の思想と阿弥陀信仰を主な研究テーマといたしまして、数々の著作や論文を発表されております。中でも会長を務めていらっしゃるエコダ文学会が発行する雑誌エコダ文学におきまして、3代目若松若太夫と説教条例、説教節をですね、特集いたしまして、記事の企画編集を手掛けられたということでございます。本日はご専門の文芸評論という新たな視点で、ご解説をしていただきたいと思っております。本日はお忙しい中、お時間を割いていただきました。上田先生、どうぞよろしくお願いいたします。上田でございます。それでは、会員に先立ちまして、本日の演目についてのですね、簡単なこの解説をさせていただきたいと思います。小栗半蔵一代記というお話でございますけれども、これは能町時代中期に実在した、小栗光重、助重という、親子がございましたけれども、この親子をモデルとして作られた話とされております。室町時代の歴史書鎌倉大草子というものがございますけれども、この中には助重を遊女の照手姫が助けるというエピソードが書き記されております。現在の茨城県筑西市には小栗城跡がございますし、神奈川県の藤沢市湯行寺の長生院というところには、小栗や照手姫、それから家内の重雄士、そして今日登場します鬼影を祀った墓なども実在しております。小栗半蔵の説教節の中でも物語の完成度が非常に高くて、小栗や照手姫のキャラクター設定、それからガキ阿弥陀仏というその姿ですね、それから湯峰温泉での蘇生など、いずれも魅力にあふれ、エンターテインメント性の高い作品として、歌舞伎や芝居などで長らく愛されてきた物語と言えます。小栗半蔵一代記は大変長い物語になります。本日お聴きいただく鬼影曲場の段は序盤の見せ場と言えますが、簡単にそこまでのあらすじをご紹介いたします。都に住む二条の大納言夫婦が鞍馬山に詣で授かった子供は18歳で元服し、妻をめとるわけですけれども、72人という大変な数ですが、72人の妻を変えても心にかなう妻が見つからなかったということです。そこで、まあ、これが多いわけですが、鞍馬山に祈願して、妻を見つけようということで、鞍馬山に向かう腹中でですね、笛を吹きますと御土浦池の大蛇が女人となって現れます。一目見てその女の虜となってしまった小栗は夜な夜な逢瀬を重ねるわけですが、これが都の噂となり、父の力輪に触れて母親の生涯
日立の国に流されることになるわけです。日立の国では流人とはいえ大納言の嫡男小栗は官位を賜り、日立の国一帯を治める藩官となり、屋敷に、住むわけです。ある日その屋敷に、後藤左衛門と名乗る怪しげな行商人が現れ、嫁探しをしている小栗に、相模の軍大将横山殿の一人娘テルテ姫こそ騒がしいというふうに告げます。奥には寄りすぐりの家臣10人を共にテルテ姫の屋敷に乗り込んでしまいます。西国ではいざ知らず、東の国で親の許可なく結婚することはご法度、その法を無視して、娘につまどいをする奥には許せないと、横山殿は鬼影という人食い馬に奥利を食い殺させようとするわけです。横山殿は奥利に贈り物をしたいと言って誘い出しますが、これが今日お聞きいただく奥利判官一代記、鬼影曲盤談ということになるわけです。奥利判官と申しますと、若太夫の得意とするテルテ姫、車引きの談や、それから雇りですね、雇りの談、そしてテルテ姫、二度対面の談などがございますが、鬼影曲盤の談は長い奥利判官一代記、序盤の見せ場でございます。人食い馬が登場するというスリリングな一場面、若太夫の係でどうぞごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。うちの方、犬
Thank you.
用を含めんしばしこれでロケット恩美はただのご一人孔子のもとに立ち寄り馬の耳に念仏ならぬ世名をなす Huh?
おい
おお。そりゃ、おそんまごとのおぐりなり。やれ、恐ろしやもにかげぞ。くい、殺されてなるものか。命あってのものだねど。別当左近が後より
ばいえ鬼影差し向けてえんやとしょぼえと手綱を引いて乗り上がり駒の子息を五番の四隅にとどめられこれぞ四つ目殺した乗らねえけるおいや待て大地へ乗り下ろせば何を思うたか横山将軍御殿の建具を取り外し送り出せば三郎が馬場の通りへ並べおき
Good.